吉谷さん、「やるっきゃナイト」です。ナイト2000じゃないですけども、やるっきゃ騎士っていうものはね、本当に知らないんですね、これね。驚きですよ、これほどのベストセラーは知らないなんて。いや、世代が違うのかな昭和40年代生まれの当時ね、中学生、高校生の皆さんなら、男の子だったら、みんなこれ、やるっきゃナイトをね隠れ、隠れて読んでたんですよ。だって、あの、まあ、なんていうんですかね、エッチな本を買う勇気はないし、 えー、これ普通の少年ジャンプのねジャンプのいろんな漫画がある一つなんでなんとか買えるんですよ単行本買う勇気はなかったですよねでもちょっと今回は中をお見せしましょうかあこんな感じでねもう表紙からしてお色気なんですよねで、えー、とページをめくっていくと <laughs> これが主人公のねマクマコドコウスケですものすごく明るくてねで憲法の達人なんですよ、うん、で結構性格は好きなんですけどねでえー とね、学園ものなんですけども恋愛の要素も入っていてちょっといい話とかたまにあるんですよ。でも基本的にはなんか青春のねなんかこう男の子の心を結構くすぐると言いますかね本当にいろいろ僕らが考えてることを先回り先回りして。 あの漫画に差をどん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 ね出してくれてしかも気象点結があって全編通してもきちんと物語になってるみたいないや漫画家ってすごいなと思いますよねであの先ほどねマージャン漫画もお見せしましたマージャン漫画ねでマージャン漫画のすごいところもこれ月刊誌なんですよ月刊誌ってことはこれストーリーがバーっとありますけどもこの一部が1ヶ月の雑誌に載ってるわけですよねで月刊誌を見ても面白いし全部を通しても面白いんだけども 常に麻雀やってるんですよ要するにマージャンやってないその月とかがあっちゃダメじゃないですかだからマージャンやってて山場があってなんか気づきがあって感動があって発見があってっていうのを毎月繰り返してしかも全部通してもストーリーになってるって感じなんですよねちゃんと主義ががここに込められていてい感動があったりね。 うん、青春の苦悩があったりで僕らは高校生の時これ見てました中学高校の時中学高校の時にマージャンっていう世界のねちょっとこうだアンダーグラウンドな憧れみたいなのもあるわけですよちょ,ちょい悪みたいなねそういうところもきちんとね 我々の,あのこれ読んでるやつはこんなこと考えてるんじゃないかなみたいなことで漫画家の方が書くんですよ原作者の方がすごくそれが上手だなぁと心理描写とかもね私たちの心を捉えてるしその絵柄もですね北斗の剣が流行ったら北斗の剣風の漫画がマージャンの中にも取り入れられたりとかねそれから「ドラゴンボール」みたいなのが流行れば「ドラゴンボール」みたいなタッチの雑誌に出てきたりとか結構ねその 絵柄とかストーリーとかあー登場人物のパターンとかねジャイアンみたいなやつがいたりスネ夫みたいなやつがいたりなぜかしずかさんみたいなヒロインがいたりとかねそういうのも全部考えてるんですよねでそう考えてみるとその発信者、うん、私なんて格が違いますけどもこういうね素晴らしい情報発信者の方っていうのは漫画っての情報発信ですからねこれが媒体ですから媒体媒体情報商材ですからこれが。 情報教材と言ってもいいですよねこういうのを見て俺もマージャンの世界で生きていくぞっていう方は本当にいるんですよ。ね。俺もこんなエッチなやつになるぞっていう方はなかなかいないと思いますけども俺もマージャンの世界で生きていくぞとかね。他の漫画何があったかなな、ま、しかないですね。すいません手元にはだから「ドカベン」っていう野球の漫画を見て野球部に入ることを決めた人もいると思いますしキャプテン翼を見て俺もサッカー部入るぞみたいなね。ででなんかあれでしょ、はあ ムーンサルトキックみたいな,なんかバナナシューとかなんかいろんな技を漫画で覚えたのを実現する人もいるわけですよ。漫画っていうのは積み作りです、ね、その中の一つで私は漫画じゃないんですけども「あのナイトライダー」っていうね車が出てくる例のドラマを見てその車買っちゃうわけですよ。うん、私はね消費者としてはなんか絶好のかもですねもう完全に。お金がある程度貯まったらそれをあの取ってやろうっていうマーケットが必ずあるんですよね。 30万貯まったら30万の商品が世の中に蔓延してて、で、50万貯まったら50万の価格がついた、値札がついた商品があって、100万円貯めたら100万円の消費を喚起するのものがちゃんと用意されていって、どこの金額でもそれを搾取するためにね。 ちゃんとマーケットが用意されてるんですよね。で、私はね、どこまで行っても永遠にかもみたいな、そんな感じかなと思います。今は銀行金利じゃないわ、あの、消費者金融の金利を払ってませんけども、それ以上の付加価値をなんかいろんなところに払ってるのかなと思います。そして今日ね、税金の通知が来たんですけども、凄まじい金額ですね、やっぱりね。もう、あの、なんか、これだけ税金払ってるんだから世の中良くなれよと思うんですけどもね、ならないんですよね、なかなか。<laughs> もうね笑うしかないですねもうどんだけね私がね個人的にいろんなことを節約したりとかで皆さんからはいろんなものを買ってるなと思われるかもしれませんけども支払い額では税金が圧倒的です税金がほとんどですよ僕お金の払い多分吉田さんも似たような感覚をお持ちだと思うんですけどもいやもう税金ですねうんだから数年前は従業員の給料と家賃と借金の利息これが私の 支出の主なものだったんですけども今はですね税金が支出のもうほぼ大半を占めてますね半分以上は絶対あります7割から8割ぐらい税金なんじゃないかなと思いますよね、うん、単純に考えてみて所得の例えば55%が、あのーまあ、税金でかかるとして住民税10%ですから合計で65%ですよってことは35%しか可処分所得して残んないんですよで予定課税ってのが何かありますかね訳のわかんない来年の税金も先に払えみたいなね 何で次の事業の原資作ればいいんですかって話ですよね。ということは情報商材しかないというかいうねはめになるわけですよ。まあ私は情報商材すら扱ってないんで何とも言えませんけども <laughs> 何も扱ってないんでほんと何もないですねどうしましょう <laughs>、うん。まあ吉谷さんはね、あのー、ゼロから自分の手間賃っていうかね人件費だけで倍価の生まれるうそういったね情報教材ってものを扱ってますんで本当に目の付けるところは良かったんだろうなと思います。 やっぱりこれにね、仕入れがあったら、というか仕入れができないですよね。あの、売上げの、その70%以上持ってかれちゃったら、税金で。もう仕入れのお金ないじゃんって話ですよね。世の中どうなってるんだと思っちゃうんですよね。<laughs> えー、はい、まあこんな感じで、愚痴った動画でございました。では失礼します。